香港時間は、香港で使用されている、標準時。通年でATOC+8を採用している。香港天文台が、香港時間の公式な掲示機関となっている。香港時間は、香港の法律の解釈及び、一般条項で定義されている。条例第67条、第2項において、次のように定義されている。香港時間とは、香港全域で、汎用的に使用されている時間を意味し、協定世界時より8時間もしくは、立法評議会が同項に基づく決議により、規定することができる、その他の時間もしくは石油保全法の第16項によって定められた時間進めたものである。現在、香港時間はATOC+8と定義されている。上記の石油保全法第67条、第2項は、実際には、石油の節約、すなわち夏時間実施の目的で、香港時間を変更するために、香港立法委員会に与えられる権限である。しかし、1979年以来夏時間は実施されていない。香港時間は、最初は1885年1月1日13時に、香港王立天文台によって設定された地方平均時であった。1904年、グリニッジ標準時が香港時間の基準として採用され、グリニッジ標準時を8時間進めた時間として設定された。現在の協定世界時のシステムは、1972年1月1日に正式な基準として採択された。しかし、法的には、香港返還後の1998年までグリニッジ標準時に基づいていた。九龍チムシアッツィの水上警察本部の正面にある、法事給が置かれた、人工山1885年から、香港時間は、香港王立天文台において6インチの、赤道儀式課題と3インチの子午管を用いた、天文観測によって規定された。ビクトリアハーバーから見える、水上警察本部の正面にある正確なマストから、毎日13時に、直径6フィートの砲時給を落とすことによって、一般市民、特に水夫に向けて発表された。1908年1月には、砲時玉は人工山に再配置され、視認性が向上した。1922年のラジオ放送の開始とラジオ、香港の開局によって、砲時給の重要性は減少した。砲時玉は1933年6月30日に廃止された。第二次世界大戦中に赤道儀式課題と子午管は失われた。戦後、振り子時計が設置され、他の掲示施設からの電波信号によって調整されるようになった。掲示精度は数秒の交差から1、5秒の誤差に徐々に向上した。1966年、香港王立天文台の振り子時計は水晶振動子の掲示システムに置き換えられた。同年、香港王立天文台は 95MHz の6点時報で直接放送を開始した。これは1989年9月16日まで続いた。1980年、香港王立天文台はセシウムビーム原子時計に基づく掲示システムを導入した。このシステムは交差を1ミリ秒未満にまで狭めた。この時計の周波数基準は、日本の情報通信研究機構が使用している一次標準に基づいている。1994年、原子時計は新しいモデルに置き換えられた。現在の香港時間は天文台のネットワークタイムサーバーから取得することができる。香港は1941年に夏時間の法令を採択した。しかし、その制度は不評で、1979年以降になくなった。IANA のタイムゾーンデータベースには、香港の標準時が一つ含まれている。ありがとうございます。